ました。キュビの狐の金十郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げました三国妖怪物語について少しお話をさせていただきます。天竺。はい。皆さん、はい。パネルの友達さん前に出ましょうかね。はい。はい。天竺、今のインドでございますね。天竺はね。その下、唐土と書いて、もろこしと読みます。もろこし。中国でございますね。その下はもう、ジャパン、日本でございますね。三部作になっておりますね。はい。今回の主人公、じゃん。主人公はこちらでございます。白面、本毛、九尾の狐。白い顔、顔は白です。そして、金色の毛並み、毛は金色。そして、尻尾は9本あります。9本の尻尾という、悪名高き狐の大妖怪が、今申しました。3つの国を順に渡り、各地で悪さをして、ついには日本で退治されるというような、三部作になっております。この曲はですね、演奏される曲ですね、180年くらい前、まあ、江戸時代もだいぶ末期の頃に作られたとされております。内容はですね、年を経て、妖力を増した狐は尻尾が増えていきます。千年を生きた狐は最終的には千年過ぎると9本まで尻尾が増えると言われております。もともとはこの狐が現れると良いことが起こる前触れと言われていました。ですから本当はいい狐なんです。でも皆さんのところにはいい狐っぽく伝わってないと思うんですけども、吉兆、良いことをもたらす神獣、神様の使いとされていたんですね。ところがですね、中国明の時代、およそ今から5、600年前ですかね、まあ、小説の中で方針演技っていう小説読んだことありますかね。方針演技っていうのですね。その影響もありまして、極悪非道の妖怪という設定が定着してしまったんですね。本当は神の使いなんですが悪者とされています。この方針演技は、文学作品としてはあまり高いものではなかったんですが、さまざまな作品にいろいろな影響を与えてきているんですね。中国、台湾、香港、そしてここ日本でも人気が高く、多くの小説、ドラマ、映画、アニメ、ゲームなどにも使われております。最近で言えばこちらでございますね。今月新橋演舞場で上演されていますナルトというのを上演されています。まあ漫画ですね。少年ジャンプっていう漫画から出てきたナルトっていうあの漫画が、歌舞伎化された。主人公のナルト君の中に九尾の狐が入っていて、その力を発揮して悪者を退治しているというような作品でございますね。はい、このような感じが、方針演技というような作品の大まかな説明でございます。今日は三部作になっておりまして、第一部、上ですね、インドを舞台にした天竺、南独戦の段をお聴きいただきます。はい、曲が始まりますとですね、質素な身なりの一人の少年が現れます。はい、古代インドの一部族、シャーチャー族の王子様、シッタ大使でございます。シッタ大使と読みますね。これは当て字ですかね、シッタ。本当は何て言うの、シッタ。ゴーダマ・シッダールタという人なんですね。それを多分日本でやるとこういう字だ、シッタ大使ということですね。シャーキャー族ですね。シャーキャー、これは部族の名前です。はい、釈迦のシャーキャーが釈迦の語源とも言われています。シャーキャー、シャーキャー、シャーキャー、釈迦ということらしいです。本当ですかね。釈迦一族は元は、インドというところですね。はい、今のインド、はい、ネパールにほど近いこの辺りタライ平原の一部に住んでいました。このピンクのところ、ピンクのところがですね、釈迦一族の住んでいたところ。はい、この国の王子のシッタ大使が、仏像修行のため南独戦という山にこもっております。南独戦は当時の北インド、今でいうとですね、北インド、昔はインドがでかかったんですけど、今でいうとこのパキスタン、アフガニスタン、タジキスタンっていうあたりがガンダーラ、南独戦っていうところなんですね。はい、今はもうそういう地名ですけどね。はい、シッタ大使が国を捨て
修行に出てしまうと、修行に出ちゃったんですね。この国から出て修行に入りました。父は嘆き悲しみ、国の祭りごともおろそかになってしまいます。そこにですね、目をつけた敵国、カビラ国の藩族大王、はい、こちらが藩族大王ですね。こういう状況です。攻め入ってきます。カビラ国はこの辺り、このグリーンの、まあ、インドの中心部ですね。この辺が藩族大王のいたところですね。はい、藩族大王はその父王と三つ獅子の間に生まれたと言われている獰猛な人物です。どういうこと？お父さんは人間で大王だけど、お母さんは獅子なの。の間に生まれたのが藩族大王でございます。はい、足に斑点がある？あ、足に斑点があるので、足の斑点の大王ということでございますね。はい、丸4、九尾の狐は世界を魔界にしようと企んでいましたので、美しい女の姿になり、はい、美しい女の姿になり、反徳大王をたぶらかし、全員どもを巻き込んで戦争を起こそうとしていたのです。まあ、美しい女というのはこの火曜夫人、火曜夫人、こういう字です。火曜夫人、火曜夫人ですね。はい、こんな感じですね。火曜夫人、ちょっと怖いのはこう手に首とか持ってたりするんですね。ちょっと怖いですね。この火曜夫人はですね、まあ、九尾の狐が化けてるんですね、火曜夫人にね。はい、色香を用い、藩族大王をメロメロにし、裏から操り、結局操ってるんですね。九尾の狐が美人に化けて藩族大王をたぶらかして、はい、そして千人の王の首を切り落とそうと、敵国にどんどん攻めていって、その国の王様を全部殺していったんですね。そしてとうとう釈迦族の国も攻め込んできました。まあ、釈迦族っていうのはさっき言ったピンクのところですね。だんだん下から上がってきて釈迦族のところまで来ました。王様を慌てて息子を失った悲しみのあまり、国力が弱ってたんですね。息子もいなくなっちゃったので、どうか国に戻ってきてくれと、助けを求めるんですね。で、シッタ大使の妻がですね、断木戦までやってくるんですね。シッタ大使の妻、はいはい、こちらですね。まあ、ここまでシッタ大使を迎えに行くんですね。いいのか。ところがですね、出家していて仏の道に進んだ大使はですね、このようになっております。はい、もう全然釈迦になっちゃってるんですね。はい、もうお釈迦様でございます。お釈迦様になっておりました、もうすでに。はい、愛する妻を捨て、愛欲の量を断ち切らないとなりません。そのことで、父親の窮地を聞き、悲しみに驚き、悲しみ、自分の不甲斐なさを嘆いておりました。もう助けに行きたいんだけども、もう自分はお釈迦様になっちゃって修行もしている途中なので助けに行かないんですね。それで嘆き苦しみ念じるんですね。と念をするんです。その時国元より使者が到着してこう告げるのでした。行けなかったんですけど、大王の、使者が来るんですね。はい、攻め入る藩族大王の数万の大軍に押し攻められて、あわや終わりかというその時、なんとも不思議なことが起こりました。空がたちまち晴れ渡り、大使の父王の駕籠馬の上に千手観音が現れ、天よりたくさんの矢が雨あられのように降り注ぎ、敵を、降参させました。いいですね、そこまでね。なんで千手観音が出てきちゃったの？この方の徳のおかげです。願ったら千手観音が出てきちゃって、うん、大王たちをやっつけちゃったと。願っただけで。お釈迦様だから、仏様だから、すごいね。またそこにすごいですね、隣国の軍団が河川に現れ、敵を蹴散らしてくれました。願っただけで隣国の仲間たちが来て大王を蹴散らしてしまった。はい、火曜夫人は御仏のかざす、サッタの剣に恐れをものき、その九尾の正体を表します。仏のご加護を持つ吉田大使の行力、仏道修行した力により
遠く離れた国は守られ、狐の妖術も、狐の妖怪もインドにいることができなくなり、中国を目指して、無念無念と逃げ飛び去っていったのでございます。というようなお話でございますね。ありがとうございました。